この点について私は取材にも来てないのに取材というのは囲みのところです一対一で質疑応答する機会があったんですそこにこずして分かったふうにこの批判をされているので私に対する批判をです、ね、されているのでこれが肩払いたいと断じましたこれがまず1点目ですでその中にあるんですが これはよくわからない描写なんですがこれまでも問責決議を探る動きがあったとで今回、えー、市の重要施策であればなおさら全体計画を示した上で予算化の可否を議会に諮るべきだとし看過できないと判断したので問責決議とあるんですが一番最初に中国新聞、えー、リード文で書いてらっしゃいますが問責決議に法的拘束力はありませんので 意味がありません。この議会の主張は意味がない。そのあたりが見えなくなっています。もっともらしい主張に見えますが、意味がないというのが実態です。その上で、念のためお伺いしてみますが、その下ですね、これはエビス記者の署名入りで書いてあります。この点について私は取材にも来てないのに、 取材というのは囲みのところです。一対一で質疑応答する機会があったんです。そこにこずして分かった風にこの批判をされているので、私に対する批判をですね、されているので、これが肩払いたいと断じました。どこかといえばここです。一連の議会判断を直視し、関係者との合意形成や調整を図る責務があると書いてあります。関係者とは誰でしょうか 中国新聞が言う関係者とはどなたですかご質問なさってますかはいお答えするつもりはありません記事に書いてあるのがべてでありますえ記事に書いてないから聞いてるんです関係者とは誰ですか記事に書いてないことを答える必要はないと思います関係者とは誰かを特定せずして意味が不明なここ最後の一文ですがこれで締めくくっているというのが 中国新聞の実態ということでよろしいですね市長何を覚えてらっしゃるんですか私が何に覚えてらっしゃるんですか何,何をさせておっしゃってますかな,なんで市長の土俵にマスコミを無理やり引き上げてですねそこで議論させようとしてるんですか何か怖いことある私の土俵か中国新聞の土俵かその以外の誰かなのか私はわかりませんが公で主義主張するというのはこれは 当たり前の所作だと思います中国新聞もゆえに毎日新聞を発行されているんだと思いますその過程では取材をされるはずですで説明をしない政治家に対しては問い詰めるはずですですので私もよくわからない主張がされているのでそれを今確認をしています関係者とは誰を指していった言葉でしょうかお答えするつもりはありませんでは 記事から読み取れる範囲で私が断定しますえ。ここに出てくる登場人物からして、市議会です。市議会議員です。が、市議会議員との合意形成や調整とは何ぞやです。何でしょうか議会との合意形成というのは議会以外に何かあるんでしょうか何を指してらっしゃいますか根回しなどというものをイメージしてらっしゃるんでしょうか 記事に書いてあること以外は特に答える必要はないと思っています。これも答えられないんですね。答える必要がないと思っます。あの答える必要がないというのは私が判断する問題です。私が通ってますので、市が会話でしょ。会話でしょ。市が会話している際に、じゃあ他のメディアの方に伺ってみるんですが、取材をした時き答える必要はないとを言い続ける対象者。 どのように評価するんでしょうか一般的に説明責任から逃げていると皆さん断罪されるんじゃないでしょうかですよね中国新聞これ中国新聞に聞いてる質問ですか他のメディアの方に聞いてるんですか中国新聞では聞いてみましょうかいつもそのようにおっしゃってますよね我々は、えー、記事を書いてそれを掲載するということを、えー、基本的ななりわいとしているものでありますので 記事に書いてない取材の裏側であるとかですねそれについてどう考えたとかですねそんなことを説明する、えー、ことは、えー、してするつもりはありませんしすべきではないと思ってますなぜすすべきじゃなないんででしょうか今言った通りのでなぜすべきじゃないんでしょうかなぜならば記事がすべてでその背景にある こと等を一つ一つ問われてもそれをすべて説明することは不可能でありますしそれは必要ないことだと思ってますえ、じゃあ今河合事件の続きで検察が云々やってますがあの取材されないんですねそこに出てきた発表された事実がすべてでそれで紙面を作って終わりになりますかそんなこと全然言ってないですけどね 取材をした上で掲載すべき内容を掲載しているということでその裏側にあることを一つ一つ説明する必要はないと言ってるだけです私が今通っていますいわゆる取材に当たるものです立場を入れ替えてみれば自身の見解を主張するために必要な情報を得ようとしていますで、それは一般人 個人でそれをやれと言ってるわけではなくて、メディア、新聞社であるがゆえに問うているんです。ある種の権力を持っています、メディアというのは。異論はないと思いますが。そうですね。はい。権力を持っているものに対して、その権力の公主の正当性を問うというのは当たり前なんじゃないんですか違いますか全く理解できません。じゃあ、 メディアは自身の正当性をあ、中国新聞は自身の正当性を理解せずして、あの、新聞を毎日発行されているということなんです正当性は、えー、間違いないと思っておりますし、自信を持って掲載するきことを掲載しているだけでありますでは、今、竹川次長がおっしゃったのは、いわゆるダブルスタンダードに当たりますが、その認識はお持ちでしょうか思ってません。あの、理解をされた方がいいと思います。 これは、全メディアであり、YouTube に公開もされますが、今明らかなダブルスタンダードで中国新聞社は自身のスタンスを語られました。非常に危うい有識事態だと思います。それは、いわゆる権力の私物化。それに当たる行為です。自分はやっていいけど相手はやっちゃいけない。そんな子供じみた論理を振りかざさないでください。意味軸も、地元紙、 この中国地方で情報発信を担っているんであれば、その力の大きさをまず自覚すべきですし、その責任はしっかりと果たすべきです。何かご見解がありますか責任はしっかりと自覚しておりますし、その役割を、えー、果たすべく、えー、日々新聞記事を掲載しております。では、その責任のもとにおいてお伺いしますが、こちらの記事ある